あなたの顎関節症を治す方法をお伝えします。はい、整体師の稲部ですね。今日もですね、動画を見ていただいてありがとうございます。今日のテーマはですね、顎関節症を治す方法に関して動画を撮っていきたいと思います。まずですね、顎関節症のエクササイズをする前にしっかりですね、原因を理解する必要がありますので、しっかりですね、原因を理解していきましょう。今日ですね、お伝えする顎関節症に関してはポイントとなる筋肉が2つあります。1つがですね、外側翼突筋という筋肉ですね。2つ目がですね、内側の翼突筋ですね。この2つのポイントですね、お伝えできればと思います。これはですね、まあ頭の顎のですね、奥にある筋肉になってくるんで、顎をですね、こう上げる筋肉だったりとか、顎をですね、こう中にですね、引き締める、止めとく筋肉になるんですね。これがですね、非常に硬くなってきて動きが悪くなることによって、あなたのですね、顎っていうのはこう開きづらくなったりとかですね、上げた時にここに音が鳴ったりとかですね、あとは開けた時に痛みがあるっていうのがあるんですね。この3つをまずはですね、治す方法ですね、この2つの筋肉、外側の翼突筋とですね、内側の翼突筋ですねっていうのを2つですね、ここの2つのポイントを押さえていただければと思います。ではですね、今日はエクササイズといってもマッサージですね、マッサージをしていきたいと思うんですけれども、2つのポイント、先ほどお伝えした筋肉2つをですね、マッサージしていきたいと思います。顎をですね、軽く、マッサージをする前に軽くですね、上げてみてください。開けた時にどのぐらい開くのかっていうのと、あとはですね、開けた時に音が鳴ってるか、あとはですね、開けた時に痛みがあるか、この3つですね、最初に確認していただければと思います。この3つがですね、やる前、マッサージをですね、やる前とやった後どう変わるのかっていうのをちょっと変化をですね、見ていきたいので、ぜひですね、この、開ける状態ですね、確かめてもらえればと思います。それではですね、エクササイズ、マッサージをですね、やっていこうと思います。外側の翼突筋はですね、ここの頬骨のちょうど下、この中にある筋肉なんですね。なので、筋肉はですね、直接触れないんですけども、口の中から手を突っ込めば触れるんですけども、外からは触れないので、あくまでですね、骨膜って膜をですね、筋肉にひっついている膜を滑らせるイメージでやっていくので、ここの頬骨をまず確かめてみてください。ここからですね、指1本分下くらいをですね、こう2本とか3本でこう触ってもらって、これをですね、横にスライドさせます。この状態でグッて押した状態で横にスライドさせて、だいたいですね、10秒くらいやってもらえればと思います。それをですね、まずやっていきます。で、顎っていうのは2つあるので、右側をやって左側をやります。で、まずは右側をやるんですけど、先ほど言ったここの外側の方ですね、はここの頬骨のちょうど下ぐらいをやってもらえればと思います。で、次はですね、内側の翼突筋なんですけども、それはですね、ここから指1本分下ぐらい、この下ですね、耳のちょうど前ぐらいになりますけども、そこの部分をですね、また、指を3本ぐらい作ってもらって、これをですね、横にスライドさせて、これもですね、10秒ぐらいやっていきます。これをですね、外側の方と内側の方やっていこうと思うので、これをですね、右左を一緒にちょっとやっていきたいと思うんで、10秒10秒ですね。で、10秒10秒計ですね、40秒でやっていきたいと思うんで、ぜひですね、ちょっと一緒にやっていきましょう。はい、それではですね、外側の翼突筋ですね、この上の方、ここの頬骨のちょうど下ぐらいをマッサージしていきます。そしたら内側ですね、ちょっと下1本分ぐらいですね、下に下がってもらって、これも10秒ぐらいです。はい、それで今度は左の方ですね、頬骨のちょうど下ぐらい、これが外側ですね。これもまた横にスライドです。はい、そしたら内側の方、ここから指1本分ぐらい下に下がってもらって、これから内側です、横にスライドさします。
はい、これでですね、右左やってもらって、どのぐらい顎が上がるか、開くのかっていうのをちょっと再度確かめてもらえればと思います。かなりですね、顎が開くようになると思うんで、ぜひですね、ちょっとやってもらえれば。これをですね、まあ、ここ、こっち、まあ3セットぐらい1日ですね、右左10秒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 ですね、40秒を3セットぐらいやってもらえれば、あなたの、まあ、顎ですね、顎周りっていうのはすっきりしますし、あとはですね、口が開けやすくなったりとか、ガクっていう音がですね、なくなったりとかあると思うんで、ぜひですね、ちょっとやってもらえればと思います。で、これでですね、もし取れない場合、重症の例の、症状ですね、があった場合は、もしですね、この今やったので取れない場合はですね、このちょっと手を指一本を持ってもらって、これをですね口の中に入れるんです。で、口の中に入れた状態でこっちのここのですね、ちょうど頬骨のこの中にゴリゴリっとした筋肉があります。で、これをですね擦っていくんですね。で、これをやることによってこの奥にある筋肉ですね、直接触ることができるんで、もし治らなければ、これをやってですね、もし治らなければ指をですね入れてもらって、口の中から入れてもらって、ここのですね、頬骨のちょうどここの斜めに入れた状態で、ちょうどこの下ぐらいに筋肉がもりっと盛り上がってる部分があるので、これをですね横にスライドさせてちょっとやってみてください。そうするとですね、かなり痛いと思いますけども、そのやった後っていうのが口が開けやすくなると思うんで、ぜひですねそれも、重症の場合ですね、ちょっとやってもらえればと思います。で、そこは注意点で、ここ粘膜、まあ口の中というのは清潔、手をですね清潔にした状態やるのは当たり前なんですけれども、あとはですね、こすりすぎないこと。こすりすぎるとですね、粘膜が剥がれちゃって、例えばですね、口内炎ができたりとか、いろいろバイ菌が入ってするので、ぜひですねやるときは注意してもらってやってもらえればと思います。はい、今日の動画はですね、顎関節症に関して動画をお送りさせてもらいました。非常にですね、女性の中でも結構顎関節症っていうのは悩まれてる方結構いらっしゃるんですね。まあ歯医者さん行ったとしても対応してくれなかったり、まあ整形さん行ったとしても対応してくれなかったり、まあいろいろあると思うんで、ぜひですね自分でまずはやってみる、やってみてですね、顎関節症がそれで治れば OK なので、ぜひこれを毎日継続してですねやってもらうことによって、あなたの顎関節症というのは治ってくると思うんで、ぜひですねちょっとやってみてください。はい、こんな感じでですね、週に5、6本、動画撮っているので、ぜひですねチャンネル登録をお願いいたします。またですね、Twitter と Instagram やってるので、フォローもぜひですね概要欄載せておくので、ぜひフォローもお願いいたします。はい、それではですね、次回の動画でお会いしましょう。では。I've been getting tired of it lately. Feels like we're back.